気がつくとジョバンニは列車の中にいました。すぐ前の席には窓から顔を出して外を見ている濡れたような真っ黒な上着を着た背の高い子供がいました。それはカンパネルラでした。それからジョバンニたちは様々な人に出会いました。ここへかけてもようございますか。氷山にぶつかって船が沈みましてね。いやだい、僕もう少し汽車へ乗ってから行くんだい。カンパネルラ、僕たち一緒に行こうね。風立ちぬ、いざ生き目やも。私にとって節子と生きることが人生の唯一の願いだった。しかし2年後、節子は胸を患って八ヶ岳山麓のサナトリウムに療養に行くことになった。私たちがずっと後になってね、今の生活を思い出すようなことがあったら、この景色がどんなに美しく思い浮かぶだろうと思っていたんだ。節子の容態は急に悪くなった。彼女の死は季節が変わっていくように着実に近づいていた。濃密ではあったが、失われていく命への悲しみ、不安、恐怖、心のすれ違いが次々と襲い、私の心は決して穏やかではなかった。これから先の道に人食い虎が出るゆえ、旅人は白昼でなければ通れない。果たして一匹の猛虎が草むらの中から踊り出た。危ないところだった。その声は我が友李朝氏ではないか。いかにも、自分は老生の李朝である。笑ってくれ。詩人になり損なって虎になった哀れな男。何故こんな運命になったか分からぬと先刻は言ったが、しかし考えようによれば思い当たることが全然ないでもない。